はい、どうも、こんにちは、こんばんは。今回はですね、毎月恒例の、月刊コミックの、電撃大王の開封動画です。はい、今回は、5月号になります。はい。で、まあ、表紙はこんな感じで、今回は黒色の表紙ですね。はい。今回割と俺は好きですね、こんな感じのデザインは。はい。まあ、あとは、ここにとある系の漫画とか、これですね、魔法科高校の劣等生のシリーズ連載中2つですよっていうのですね。はい。で、今回の付録はですね、前回に引き続き、魔法科高校の劣等生の麗し、深雪さんというのかな。はい。で、それの缶ストラップがついてきてます。はい。で、まあ、背表紙こんな感じで、今回も若干薄めかな。はい。持った感じだとちょっと薄い感じがしますね、今回は。はい。で、裏側はこんな感じ。まあ、トラブルですね。トラブルの、町会議かな。町会議の、なんかよくわかんないやつですね。はい。で、今回は、価格が、本体が648円の、3月31日までは、消費税 5% なんで、680円で、4月1日から 8% に上がるんで、まあ、700円ですね。700円。切りがいい、ぴったりな数字になります。はい。まあ、こんな感じで。はい。まあ、今回の中身はですね、はい。まあ、20周年とか書かれてるんですけど、はい。これですね、次の号の宣伝書かれてますね。イヤホンジャックアクセサリーです。また魔法科高校の劣等生の、はい、付録になってますよっていうところですね。で、はい、今回の付録は一つだけで、これですね、はい、缶ストラップ開けていきます。あ、開けづらい。はい。まあ、こんな感じ。で、本体これですね。こうか。で、はい。まあ、こんな感じになってますよと。はい。まあ、ストラップですね、今回は。で、これ取ると確か、缶ストラップなんで、缶バッジになったりはしないですよね。しないのかな？はい。まあ、こんな感じの缶ストラップがついてきてます。はい。じゃあ今回はですね、短いんですけど、電撃大王の開封動画でした。